2012年撮影アンドレア・ロマーノは、アメリカ合衆国の音響監督、キャスティングディレクター、声優、データイムエビー賞を8回受賞している、ニューヨーク州ロングアイランド出身、ニューヨーク州立大学、フレドニア校で、舞台芸術を学んだ後、ラトガーズ大学大学院に進むが中退。その後は、マンハッタンで女優として活動し、1979年に、 カリフォルニア州サンディエを移住。大学時代の知人の紹介で、タレントエージェンシーのエイブラムス・ルーベラフローレンスにアシスタントとして入社し、エージェントの活動を開始。後にスペシャルアーティスツ・エージェンシーに移り、ボイスオーバー部門の責任者となる。1984年に、ハンナ・バーベラ・プロダクション入社し、キャスティングディレクターとして、アニメ作品のキャスティングを担当。 1987年から放送されたウォルト・ディズニー・カンパニー制作のダック・テイルズにダイアログディレクターとして参加。同作に参加中もハンナ・バーベラにてキャスティング業務を行っていたが、1989年にフリーランスの演出家となる。指針継承のため、2017年7月31日に引退した。ありがとうございます。